お、来た。ミステリーゾーン、最後のミステリーゾーンをまた混沌同士でやっていきたいと思います。もうずっと混沌同士だわ最後のステージ名ミステリーゾーンってなってたけど、多分公式のツイッターによるとディア先輩っていうステージ名らしい。さあ、スポンジを見つけて、お、何の音？あ、なんかイーダボムがなんたらかんたらとか言ってたっけ。あ、味方が強い。あれ何あれ、あ、これが壊せる感じなのね。これは、あ、自分の色のボムは壊せないと。あ、待って、そろそろ前向いてないと。近いかな、ちょっと。あ、外した。いやー、あ、広いけど、あー、くそ、スライドがやばい、いやー、やられちゃった。なんか低いな、ここしか高いところなさそう。こっち右側見てみるか。とりあえずサポート、あー、サポートできてない。ここはなんか、おっと、自分の色のは壊せないと。ここは登れん、あ、若干登れる。すごいあれだな、スノーボードのパイプみたいな。あ、やば。あ、こんなとこで使うつもりじゃなかったんだけど。近い。いやー。ここもまあ高い。あ、あと一人。全然倒してないけど。とりあえず自陣塗って。よしよし。距離がな、結構あるから、まあ、4キースコープ悪くないと思うんだけど。とりあえず、え、何あれ。週末の歌声が聞こえる。あ、姫だ。え、何あの姫。ちょっと待って、姫どうすればいいのあれ。あ、なんか倒した。待って。なんだなんか音が、え、ちょっと待って、何あ、普通のキューバボムか。ちょ待って、あの姫真ん中にみんな寄ってたかって、あと一人で。何かあんのか、なんだ何が起きてる。ちょっと俺も行きたい。え、何これ。おメガホンレーザー、懐かしの。あ、違うか、姫ちゃんキャノンだっけ、なんだっけ。撃ってるけどやられてない？あ、当たってない、ナイス。あー、え？いや、どうだこれ。五分。危な。あのメガホンレーザーは普通に攻撃だったのかな？姫ちゃんが降りてくるときに自分がそこにいたらなんか使えてたっぽいね。イーダボムとなんだっけ、姫ちゃんレーダー、あれなんか違う姫ちゃんキャノンか。その2つがメインみたいなステージだけど、はい、またミステリーゾーン混沌同士もういや、結構広いから 4K スコープはいいと思うんだけど、高台が左と右のとこ1箇所ずつで、真ん中がなんか平地で広くて、降りたらなんかダメそうだね、 4K スコープは。いやー、でもさすがにちょっとここじゃ届かないな。 あそこは届いた。あ、だけど敵がいるときにイーダボム打った方がいいかな。あ、そっか、逆側に同じ数だけあるよな。だから真ん中結構攻められるのかな。あー4K スコープチャージ遅いな。いや、無理か。ジェットパックよりはでも長いよね。あ、なんか侵入してきた。あー、外した、ごめん。
ナイスナイスナイス。こう右か左か、こっちの方が良さげじゃない？多分ここにもイーダモム降ってきてたよね。自分が壊せない、だから敵が壊しに来るのが方向としてタイミングミスったな。夢フラッシュ全然いらないやつ。あー、ここすぐ塗られるからダメだな。危な、いや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 、まあ、でもここにいたら結構やられないね。うん、おっとやられそうになった。どこだ、やば、ちょ来すぎじゃない？危な24歳学生をさっきから倒しまくってるけど、で姫ちゃんのタイミングが分かんないな。一応雨投げといて、で敵が来たらそれを撃ちたいけど、やられまくってるな、やば。ああ、あ、でもここにいたらやられない。これ絶対やられるよね。このメガホンは？え、待って、なんか来てない？いや、ずっと同じとこにいるのよくないんだけど。おっと。あ、やばやば。あー、24歳学生。くっそー。やば。まずいな、ずっと同じとこにいたから。やられまくってる。あ、死んだ。全滅、残念。姫ちゃんキャノンどうなんだろう。なんかいかに、やっぱ攻めないとダメそうだな惨敗なんだけど。射程いるかなこれ。普通に竹とかで攻めた方がまあ縄張りはいいとは思うんだけど、なんとなく 4K スコープを使ってる。ついに来た秩序絶滅したかと思ったよ、当たらなすぎて。もう永遠まで来てしまった。そして最後スプラスコープコラボでやりたいと思います。てかめっちゃ甘いんじゃんこれチャージャー的に辛いやつ。多分左にいた方がなんか良さげだよね、このボムが壊せるから。1ダメージ食らわせといて、わっと近くにいる、気をつけて。あーっとっと、あー当たんない、マジか。何やられ、いやー、ちょ距離が微妙だな。 4K スコープぐらい距離欲しいな、やっぱ。最後のちょっと姫ちゃんキャノン撮ってみたいよね。あー死ぬ、とりあえずボムラを投げまくってるけど、またアーマーついてんな。あ、やば、いろ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 来てる、いろいろ来てる。一旦アンチに逃げて、ん？味方か。あれ？なかなか倒せる距離に来ない。ここはちょうどいい距離か？あ、届く、あれ。なるほどね。ああ、1分でボムラした方が良かった感ある。ここでボムラで防いで、あれだよね。あれ、姫ちゃんキャノン取れれば。あ、先輩キャノンか。なんか思い出した。さあ、来たよ。え、待って、なになに？週末のシールド。さあ、これで、取りたい。取りたい。取りたい。取れない。どうやって取んの？取り方がわかんない。死んだ。くっそ。待って。え、早かった？これ取られる。あ、味方が頑張って。
お、いいぞ。まだ取ってない？お、取れた。これで倒せる。来た、倒した。ナイス。おお、何でやられたってなるんだろう。先輩キャノンだっけかな。よかった、最後取れて。とりあえずこれを取ってみたかった。あとはここを守ってれば最後一人倒して終わろう。はい、ナイス。もう一人いけないって感じで、ディア先輩、最後のミステリーゾーンでした。最後取れてよかったな。まあでもただのメガホンレーザーぐらいでそんな強くはなさそうだったけど、一回あれでやられてみたい感もある。表示だけ勝手に見ときます。いやもうめっちゃ待ったよ。もう全然ミステリーゾーン来なくて永遠まで来てしまった。最後の勝敗はいかに。一夜明けまして、フェスの結果が多分出たはず。来た、最後のフェス。得票率7割8割いってるかな。あれあれ、意外と 58% か。そんなもんか。秩序いたんだな。全然マッチしなかったけど、勝利。レギュラーもチャレンジも普通に勝ってますね。終わり良ければ全てよしってことで、 3-0 最後、圧倒的勝率の低い姫と自分勝って終わりました。タクルグッズは今回のファイナルフェスをもって本格的に世界進出。え？さあどうなるんだ。なんか続き考えてんのかな。少なくともスプラ2の更新はほぼ終わりで、あと1回大きな更新があるだけで、なんかスプラトゥーン3がなんたらとか言ってよく騒がれてるけど、ゲームハード的に多分そうそう来ないと経済学的な視点からは思うんだけどね。まあまあ気長にのんびりスプラトゥーン2も比べでミステリーゾーンとか見ていきましょうって感じで、長いことご視聴ありがとうございました。基本のモードはもうこれで全部終わりかな。フェスも終わって最後マックス24個もらい、謝罪215個。ではご視聴ありがとうございました。